しゃるけど、もう取り詰まって全然酔ってないんですけどね、シラフなんですけどね。ということで今回はですね、シラフの僕が作るメンチカツですね。めんどくさいですよね、作るのね。めんどくさいんですけども、一つで大満足の超美味しい至高のメンチカツ、いろいろねコツがあるんですけども、丁寧にシラフの僕が説明していくので皆さんご安心くださいませ。絶対に美味しいメンチカツ、超ジューシーな、今までにないような美味しいメンチカツができるようになりますので、それではいきます。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。まずね、お肉、牛豚の合いびき、これスーパーで売ってるやつで構いません。卵2個です。玉ねぎがちっちゃいの半分 100g、パン粉、ウスターソース、コンソメ、あればナツメグ入れてください。ナツメグ、これね、あの肉の臭みとかがかなり抜けますんで、あればナツメグ、なければ胡椒いっぱい入れてください、はい、あと薄力粉、あとね一つね、ゼラチンです。粉ゼラチン、これ使ってください。今ねちょっと品薄になりがちなんですけども、ゼラチン、あのぜひ使ってみてください。これあるとすごくジューシーに仕上がりますんで。今回至高のメンチカツを作るに至りましてですね、必ず用意してもらいたい調理器具があります。至高シリーズなんで、調理器具も至高でないと作れません。はい、じゃあここでですね、今回の特別な調理器具っていうのを紹介させていただきたいと思います。やっぱね、これがないと調理できないんでね、至高の調理器具っていうことで、今回はハイボールというね調理器具を用意させていただきました。今回はねこれを活用して楽しく料理を作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずですね、玉ねぎです。玉ねぎをね切っていきます。こうやってね刃を入れてねください。あとでね、火も入れちゃうんでね、そこまで細かさに気をつけなくても大丈夫だと思います。ザクザクとこんな感じで切ってあげましょうね。はい、こんな感じでね、はい、こんな感じでいいでしょう。で、こいつはですね、これね、レンチンしていくんですね。なぜレンチンしていくかっていうと、このままメンチカツを揚げてしまうと玉ねぎの旨味加えたいんですけども、ザックザクになっちゃうんですね、火が通りにくいんですね。なので電子レンジで加熱していきます。でね、電子レンジで加熱すると何がいいかっていうと、玉ねぎの水分が残るんですよ。炒めるよりふわっとした食感になります。僕ね、至高のハンバーグの時は炒めたんですけども、至高のメンチカツはね炒めない。じゃあ何が違うのかっていうと、至高のメンチカツっていうのは周りに衣がザクザクとしてるんですね。ザクザクと中のふわふわのこの食感のコントラストを生み出したい。だからあえてレンジでやるんです。はい、これ手抜きじゃないです。レンジでやった方がうまいんです。この耐熱容器に、入れていきます。はい、でここに、バターポコンと加えます。このままですね、ラップしないで大丈夫です。600ワット2分半チンして柔らかくして。チンしたの こんな感じになります。水分はね、ちょっと飛んでるんですけど、まだ飛び切ってない状態ですね。で、合いびき肉ですね。合いびき肉ね、あのできればね冷蔵庫から出して、常に置かないでください。あの冷たい状態ので大丈夫です。これなんでかっていうと、常になっちゃうとね油がねかなり出ちゃうんですよね。なので冷たいところに具材を入れていきます。で、まず玉ねぎ合わせていきます。さっきの玉ねぎね、これはねちょっとね粗熱取ってからの方がいいかなっていうふうに思います。はい、そしたら卵、これもね冷蔵庫から出したての方がいいです。これ1個ね。パン粉は大さじ4杯入れていきます。はい、こんな感じで。お水がね大さじ2杯、これ水分加えることによってこの種がすごくジューシーになりますんで、これね入れてくださいね。で、あとウスターソースです。ウスターソースね2杯、小さじ2杯、多分これぐらいですね。はい、小さじ2杯で、これでちょっとね種に香りをつけていきます。コンソメが小さじ3分の2、あとね塩コショウ、まあ、お塩もうほんと1つまみぐらいでいいです。コンソメも結構入ってるんでね。あと胡椒、胡椒です。胡椒はね結構ねたっぷり入れちゃっていいです。粗挽きのものです。で、あとさっき言ったナツメグ1、2、3、まあ4振り、まあ5振りぐらいかな。そしてこれです、粉ゼラチン、もうここで入れちゃいます。小さじ2で結構入りますね。こんな感じでねこねこねしていきますよ。皆さんメンチカツはね冷たい状態でね大丈夫ですんでね、あんまりね常温にしちゃうとね形も崩れやすくなるし、揚げてる時にね油が出やすくなるんですね。で、よーくね、混ぜていくと、このコンソメとお塩の塩分でねちょっとね粘り気が出てきますんで、全体まとめ上げてもらってくださいね。いいですね。あ、そしてこの肉の香りがね
すごくいいんですよ。肉の香りがいいんで、右手でこねて左手で飲む、これポイントになります。はい、これはあの龍二ポイントですね。はい、僕がテンション上げるための作業になります。皆さんはやらなくてもいいです。うん、これぐらい。こう種をですね、まとめていきます。こうまあね、食べたい大きさ、まあ、多分ね、これだとね4個か5個ぐらいできますね。これね、大きさはね、あんまり大きくするとなかなか火が通んなくなっちゃったりするんで、まあ これぐらい、くあるかないかぐらいかな。まあこれはね、まあ、パンパンしてもいいし、ちょっとね、やわめです。あんまり柔らかいなと思ったら少し冷蔵庫で冷やしていただいた方がいいです。結構できんだこれ、5個ぐらいできますよこれね。まあみんなで分けて食べてくださいよ。メンチカツね、5個たっぷりできましたので、ここから揚げていきます。それではですね、今油入れました。で、油は1センチぐらい、もうちょいかな、もうちょい1センチちょい、小さめのフライパンで全然平気です。はい、1センチちょい。それすると油が節約になります。卵は溶いておきますね。卵溶いておいて、薄力粉、パン粉を用意してください。まあ、これはね、とんかつ揚げるのと同じですね。これね、めんどくせえこの料理。こうやって考えるとお肉屋さんで売ってるメンチカツ買いたくなるよね、ほんとね。まあ味は抜群にうまいんですけど、めんどい。まあでも、たまに自分で作りたいっていう時もあると思うんで、そういう方のために今回作っております。でもね、味はね、ほんと抜群、お肉屋さんにも全然負けない。で、中火ぐらいにしてください。ちょっと弱めの中火ぐらいかな。お肉ね、ちょっとね、冷蔵庫で冷やしておいたんで、まとまってると思います。ここにこうやってね、薄力粉をこう手でね、ポン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 、あの、叩いていきます。今やってます。薄力粉よくつけたらですね、卵につけていきます。はい、で、くぐらせたらパン粉、こっちもそうですね、卵にくぐらせて、で、パン粉、そしたらこうやって優しくパン粉をね、全部こうつけていきますよ。この状態、この状態になったらこうやって揚げていく。これも丁寧に周りつけてあげてください。ちょっとね、やわめの生地なんでね、気をつけて最新の注意を測りながらやってくださいね。で、こうやっていく。今ね、中火なんですけども、中火で揚げてるんですけども、揚げた香りがね、ふわんとしてくるんですね。ふわんで、このふわんとしてる油の香りを嗅ぎながら一杯やっていきたい。これはいいぞ、これは超対策になる気がするぞ。これは可愛いベイビーたちがね、これね、可愛いベイビーたちが上がっている姿もう本当にいいですよ、これね。じゃあそしたらですね、片面どれぐらいだろうな、2、3分はやってほしいですね。で、良きところで、はい、こんな感じ、いい色ですね。見てください、これめっちゃ色。これもこう、ヘリを使ってこうやって返していく。どうですかこの色、うまそうでしょ皆さん。今回はメンチカツなので、やっぱり中までね、火が入るのちょっと時間かかります。なのでじっくり揚げていきます。これね、ちょっと強火でやっちゃうとすぐ衣焦げちゃうので、中火から弱火あたり、中火に限りなく近い弱火みたいな、じっくりと揚げていきます。温度的にはどれぐらいだろう、170度とかかな、60度とか。唐揚げはね、200度以上で揚げるんですけど、これはね、ちょっとね、じっくり揚げた方がうまい。うまそうこれこれメンチカツ大好きなんです僕。このチャンネル見てる方は分かると思うんですけど、魚なんてほとんど出てこないじゃないですか。肉が好きなんですよ。計どれぐらいやったか、6分ぐらいやったかな、ね、できればね、金串みたいなのがいいんですけども、こうやると、うん、もうね、結構火取ってますね。これやるとね、ちょっと肉汁が溢れすぎるんですね。これ肉汁メンチなのよ、これ。肉汁が油に行くとね、結構ね、跳ねちゃうんだよね、これね。感覚としては、火が通ってないと、これね、押してみると、ブヨブヨなんですよ。で、これはもうちょっとなんですよね。で、こっちはね、焼けてるから、こう弾力がある。弾力があると、もう焼けてるアイスなので、この2つはもう、OK です。あとはね、余熱で火を通していけるんで。そしたら、もう箸で、こうやって取っていただいて、でバットの方に避けていきましょう。はい、じゃあ最後のも揚げ終わりましたんで。で、これで、ちょっとね、数分休ませます。そうすると、余熱で、火が通ってくるんだよね。もうこれでも揚げちゃいます。スタッフが食べるから、みんなね。飲食店とかだと何回か使い回ししたりするんですけど、ご家庭でやる場合は新品の油使えるから、
揚げ物ってご家庭でもめっちゃうまいんですよね。むしろご家庭の方がうまいもん。揚げ物の一番おいしいやり方って新しい油を使うということなんで、もう家庭の特権。毎回毎回新しい油を使ってたら揚げ物屋さんは破綻してしまいますんで、揚げ物はマジで家が一番うまい。僕のしっとり飲食店だと週に2回帰ればいい方ですね。ものすごい繁盛してるとんかつ屋さんとか毎日変えてると思うけど、朝一番に行った方がうまいよね。こうやって苦労して作ったメンチカツは最高な味しますからね。もう今ね、もうここまでやっちゃう僕はね、ワクワクが止まりませんよ。はい、じゃあですね、千切りにしたキャベツがありますんで、千切りキャベツをちょっと持ってね、まあメンチカツといったら千切りキャベツですね。はい、揚げたもんがありますので、3ついく ?2 ついくか。じゃあこちらで至高のメンチカツ完成です。はい、ではですね、できましたのでいただきたいと思います。いただきます。これどっちだろう。じゃあ今日はね、スタッフと競技の結果ハイボールしたいと思います、まあ、ビールもね絶対合うんですけども。いやー、たまらんたまらん。よしよし、はい、じゃあですね、準備は万端ですね。いただきたいと思います。いただき、今回はね、中濃ソースかけてありますんでね、またこいつで優勝したいと思います。じゃあまずはそのままいただきます。いやもうね、これはね、ちょっと待って、これはとんでもないうまさだぞ。これはね、これ本当にやばい。いや僕ね、ハンバーグのレシピも相当好きなんですけど、このメンチね、ありえうまいですよ、これね。本当に中濃ソースだけで美味しいんですけど、ちょっとね、からしもつけてみます。これ、からし合うんですよ。うおー、こんなうまいメンチカツ食べたことない。超ジューシーでね、ゼラチンが入ってるので、肉汁が流れないで、この肉と肉の間にずっととどまってるんですよね。たまんなくうまいの。これはね、皆さんやってください。この一口でもその努力が全て報われます。これは本当にうまい。あれでもうまい。ちょっとソースのかかってないところを塩で食うっていうのもね、絶対美味しいと思うんですよ、これ。片方ソースで片方塩で食ってほしいね。うん、キャベツとも合う。この後のね、撮影心配です。なぜかというと、うますぎて飲んじゃう。未だかつハイボールにこんなに合うメンチカツあったのかな。僕の至高シリーズの中でもトップ5に入りますね、これね。それぐらい本当にうまい。ずっと食べてたい。ずっともうメンチの海に浸りたい。肉汁の海に。もうほんとこれ以上うまいメンチを食ったことないです。もうどこのメンチにも負けないです。皆さん、これ絶対大層のソースはないので、絶対作ってみてください。もうね、この上がってる音ってほんとさ、もうミュージックですよね、これね。オーケストラ、このもうほんとに MP3 に入れたいですね、これね。